はい、こんにちは。スピリチュアル宗教研究家の小泉悦人です。こんにちは。ということでね、今日はですね、向井老師とですね、八女神徹さんの対談をお送りしたいと思います。今日は悟りへの道ですね。はい。ということで、先日私とですね、向井老師は、対談させていただいたことがあるので、今日はちょっと角度を変えてですね、今、ここに悟りを選択する生き方という本を書かれた、山上輝夫さんとのね、対談ということで、どうかなと思って今回セットアップさせていただきました。また、向井老師はですね、みんながブッダというね、ご本をですね、安倍敏郎さんと一緒にですね、書かれておりまして、またこれもですね、参考になるかと思うんですけどね。ということで、悟り系ということでね、今日はお二方に、対談をしていただくことになりました。その録音、浜松で録画した模様をですね、放送させていただきます。ゆっくりとお楽しみください。週水曜日の朝6時から。毎週水、あ、もう週1回。週1回、毎週水曜日の朝6時から。何時まで？約1時間かけて、ヨガとかストレッチとか気功を若干やって、体全体をほぐすのと、座禅ができるだけの筋肉体幹を養うという感じで約1時間かけてやった。1時間、座るのが短いので、あと1周30分座って、座るのは30分、であとさ40分ぐらいかな、お経を読む。あとちょっとみんなで素読っていうか、決まった本を読んで、で、サレーすると。時間のね、急ぐ人はサレーなし、さっと帰るとか、途中で帰ると。座るときに短いって言われたんですけど、本来はもっと長いものなんですか、座禅っていうもの。いや、大体一種が一つ千個の頃ぐらいで、一種が一つ千個が埋めるまで、一つのタイム、それが大体30分ぐらい、で、普通はね、それが単位にして、ちょっと筋肉でウォーキングメディテーションね、体足をほぐすということをやって、また一周するってという。何セットそうする、何セットでね。座禅会有名だから、座禅会がメインだから2周ぐらいさっと見るんだけど、今のところは一周。向井老師にやられてるのは一周でやられてる。そう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 。まあ精神なんかもう食事して、そしてしばらく休憩して、その後はもう一周大体30分から40分を一つの単位に、そのまままた続けてやる。だから2周を一つの単位にやったり、一周やって、大体2周ぐらい一つの単位だと思う。あとは禅堂の周りをね、歩いたり、時には走ったりする。走ることもあるんです。臨済宗の場合は結構そういうふうに走ったり歩いたりそれはする。だけど曹洞宗の場合は多分ゆっくりと歩くんだよね、多分ね。それはちょっと違うんですよね。だから接心中場合はそれを1週間やるもんで、だから座る言うても気持ちいいようになったらもうやめるいうぐらいな それが毎週水曜日、6時からと。それと第2第4か、はい、第2第4木曜日晩、朝これにするのタイミングか。晩もやる。7時、朝の晩の7時15分、ちょっと中途半端な時間だ。これもちょっと、これはね、万葉集やない、百人一首か。百人一首の素読もやって、やって。それもそんなに人数が多いからね。で、あと月1で、第4日曜か。第4日曜。これは朝8時から。あと自分でどういうか方向寺の本山を借りたり、して2泊3日ぐらいね、1泊2日か そうか、2泊3日あれやな、禅リトリートのことだね。だから何しろね、段階が少ないんですよ。90件やからね。で、今は私本座出たりしてるもんで、それでね、ちょうどいろいろなんでよかったんだけれど、ちょっと本座もやめ2、3年前からやめてるもんで、
結構時間がね、ですから あるもんでね、はい、そうだからまあまあ大体は私自身そのお葬式するために無駄になったわけだもんでそうなんですか。そうそうそうで、全員を思うに憧れてなったわけで、全というか、まあ故事究明と本来の自分というものを極めていくという意味においてやったわけじゃん。で、私が経験した善というのは葬式と法事は関係ないわけで、そのただ単にひたすら座る、はいはいはい、で自分を本来の自分を、どういうかに出会うというか、はい、でそれとともにそういう土台をしながら全的な人格を形成していくと、三千とかそういうことを言うと、あくまでも生身の自分をどう育てるかという問題やし、はい、それと生身の師匠と自分、あるいは生身のそういう自分の、はい、一緒に使用する人との関わりということで、はい、そこにはいわゆるお葬式法事にある亡くなった人と自分との関わりというののそういう切り口は全然ないわけよ、うん、修行の段階においては、はい、で坊さんになって私は別にそういうことあんまり、そりゃ葬式もするだろう法事もするだろうとは思ってたけども、はい、そういうことあんまりなかったのよ。ところやってみたら、はい、その少なくとも修行中はもうそういうずっともう日々やってることは目の前の生身の師匠あるいは生身のそういう料理であったりそういうものと出会って自分とこう一つになって修行していくというそういう中に座禅がベースにあったわけですね、はい、そういうことをやってたけど、はい、お嬢になった途端にお葬式やらないか、はい、法事やらないかっていうのがあるね、はいはい、もう最初のことはなかったし、まあ運勢の時もそうだったんだけどさ、お参りしたことあるんだけど、一体こんな墓の前に向かってどんな気持ちで呼んだらいいんだろうなと実際そう思ったことあるのよ、うん、ああだってただ箱が、まあ、こんなこと言ったら不謹慎かもしれないけど、まあ物理的に言うと箱があって板があって戒名が書いてるわけじゃない、はいはい、その向かった人は亡くなった人に対してお経を読むと、はい、でそれはどういうことなのかわからないわけや自分で、うん、今までやってないし、はいね、だから親父を思ってお経を読むっていうことあったんだから、まあ、若干はそういうことも経験してんだけど、はい、で俺その思ったのよ、これどういうふうにして俺はこの、まあ温水の時にも檀家のある騒動があったもんでね、はい、だから檀家前にもやったわけよ、はい、でどういうふうにして気持ちやればいいのかなと思って、あそうだ禅ではなりきれ言うからね、要するに別にその人があろうとおるまいとその仏壇があろうとなかろうともう天地いっぱいただもうひたすらお経を読むということになりきって読めばいいんだなというふうに自分で言い聞かせて、まあちょっと檀家の人は迷惑したか知らんけども、もう腹を伏せて思い切り一生懸命ただただお経を読むというふうにしたわけ、はい、うん、でまあそれでも住職になったらやっぱりすることは一番知らないこと、あるいは期待されてることは法事であり、お葬式である。だから禅宗坊さんに座禅を教えてくれる人は少ないのよ。あ座禅会やってもあんまりそうそうと赤の人はそうそう来ないのよ。あれ私や。ごめんなさい。ちょっと。になって数年楽だったんですけど、うん、その後もう一回否定自己否定が返ってきまして、うん、でその自己否定でもう一回苦しんで、あこのなんか根っこがなんか取れたような気が、それまではいよいよそれはまあね、うつの人はもう今風邪ひきぐらいに結構いってるよね、はい、でその誰がもうならんとは限らんような、はい、いうみたいなところは現代においては、はい、で私は思うけど本当に確かにそのいかに思考の悪を自分で作って、はいはいはい、そこでなんとか自分自己を正当化しようか思うけど、うん、巡る否定的な部分ばっかり見えてきて、はい、そこで堂々巡りで、はい、まあいうエネルギーをそこでどういうかな枯渇というかそういう状態になってくるんじゃないかというふうに思うんだけれど、はい、でその問題は思考からね抜け出せる方法っていうのは、
どうしてなのそれは。うまくで、それはなかなかそれはポイントだと思うんだけど。やっぱり私が思ったのは、結局思考に対して私たちって何もできないじゃないですか。何もできないのに思考を止めたいとか変えたいとか、その結局それも思考なんですよ。そうそうそう、それが結局苦しめてるね。どうでもいいんだ。そう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 。で結局大事なのは思考に対して、思考はもう起こって起こるのが当然のものなので、思考には関わらずに放っておける自分ができたら楽になれるんだなって今は思います。ああその通りだね。だからそれは確かにそうだね。思考というものをなくそうと思うのも思考だから。そうです。結局思考にエネルギーがいってるわけだ、関心がなくそうという、はい、だから思考をそのどっかで忘れちゃって他の、はい、だから思考以外のところにこう自分のエネルギーを抜けばいいわけよね、はい、うん、それはそのなんとかいう人の本読んでそういうふうになっていったわけ。すぐには分からなかったんですけど、うんうん、その経緯はちょっと、はい、うん、どのようになってるの、うん、エクハルト・トールの悟りを開くと人生はシンプルで楽になるっていう本を、うんうん、読ませていただいてる時に、うん、その1冊の本を読んでいる最中に3回ぐらい楽になったんですね、うん、でその時がもう鬱でひどかったので、うん、もうその楽になった理由をもう知りたくて、うん、もうそれをつかみ取らんともう自殺するぞみたいなところだったので、うんうん、なんとか探そうと思ったら、うん、こう何回も読み返していくうちに思考に気づくようにこうやっぱりこう書いてくれてるんですね。思考を自分が思考してるということを気づくということがなってるわけだ。それで離れてるんですよっていうふうに書いてまして、うんうん、でもそれはしばらく経っておいおい分かるんですけれども、うん、そういうことがこう何回も読んでいくことによって分かってきて、へえすごいな、うん、問題は思考だという。そう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 、はい、だから雲が流れるように、はい、自分の思考というものに、はい、その間が空、はい、雲があってもその空間に雲のない青空がある、その青空から見れば雲が流れてるなっていうことが分かる、うん、そういう感じで思考が自分の一つの風景、はい、行き過ぎ風景のように見れることができれば、はい、ね、ああ俺これ思考してるなということは、そういうどういうんかな、自分の心の立ち位置いうものができれば、ああそう考えてるんだなという自分があれば、はい、随分楽だよね、はい、うん、その雲をどうしてもやっぱりもう、うん、雲があるから俺は不幸なんだみたいに、うん、雲を変えようとして、やっぱりずっと苦しんでた、雲と格闘するという。そうです。あ、どうもこんにちは。うん、なるほど。ちょっと座布団でちょっと見、そうですね、近、そうですね、カメラ的にすごく助かります。あ、でよかったらお茶だけでもちょっと、どうもありがとうございます、はい、うん、うん、その経験もすごいね、なかなか、うん、だって座禅したかってさ、はい、座禅しても思考する人は思考の中にしてるもんね、うん、思考をやめなさいって言うたって、うん、あれだな。向井老師は座禅を始められて、うんうんうん、どれくらいでそういうことをこう体験されるように、うん、期間といいますか。私割にね、体験そのものは短いの、あれ短いと短期間なの。というのはある時衝撃的に18になる前に、はい、親父が46の時だ、はい、目の前で心筋梗塞である日突然晴天の霹靂のごとく亡くなったの、はい、でそれまで、まあ、一応小市民的にそのいい学校出ていい会社入って綺麗な嫁さんもらってその、うん、いい給料持ってそういうのはハッピーだと、でそういうことでなんとかそのある意味で競争社会だから勉強してっていうような、なんかごく普通の小市民的な価値観で、自分ではそう思ってなかったんだけど、そういうふうに、まあ、周りも親もみんなそういうもんで、そんなもんだろうというふうに自分には疑問を持たずに、でもあんまり勉強しない自分だったんだけどもところがそれをその親父が目の前に亡くなった時、親父は結構その
まあ、一生懸命仕事をやっとったし、ある意味で競争社会で、まあ、管理やったけどね、国家公務員やったけども、まあまあまあ、出世してる方だったと思う、ね、はい、でもその親父がある日突然そういう一生懸命やってて仕事も出世もそこそこしてるのを人が急に目の前で亡くなったと、うん、そこでもう今まで持ってた自分の価値観じゃなかったんだよね、それは。でも一応そういうふうに植え付けられた価値観というのは全然もう一切もう虚しいものになって、じゃあ俺生きていく頼りにするのは何だろうと言うと何もないわけよ、はい、でそこでものすごく虚無感にね苛まれてね、それで学校もう大学入ってからもね、ドストエフスキーといろいろ読んだわけよ、たまたま読書クラブ入ってたわけで、それは徹底して世の中っていうのはね、神があるかないかと、それでもうないとすれば何されても許されるんだというか、ね、もうニヒリズムのね、そういう極限みたいなことに言ってるわけ、はい、だそうかと、もう世の中はその一切合切も作り事だなと、価値観っていうのは外側からの、はい、でそういう価値観にもう俺は全然その頼るになるもの何もないなという、それから出来上がった価値観というものはよかれあしかれね、世間でええと言われてることも、それ悪いと言われてる価値観も全ては私にとっては何ら無意味のないものになったわけよ。それで虚しくなったわけよ、自分自身どうして生きていくか分からんで寂しいし、でも親父も亡くなったという、もっとそういうなんか親子の情の寂しさも もちろんあるんだけどね。でそういう中で出会ったのは臨済録の ある言葉で、その無為の信任という言葉があって、まあ英語では A true man without rank というふうに訳されてて、要するに自分が外側にランク付けして何かこう価値としてすがれてる、まあこうすればよろしいですよ、人生ハッピーですよとか、はい、まあこうあるですとかなんとかあるじゃん、はい、まあいろいろそういうもの、あるいは地位とかお金とかいう外側 その自分の価値、はい、そういう自分が依存するようなものは一切何にもないところ、だから一無二だから、うん、その寄る場のない、うん、位置づけるところのない、あるいは寄る依存するところのない、何者にも頼らないところだということは一切の価値はないわけだよ。自分がこうあるべし、こうはどう思いますか、これがハッピーだとか、そういう一切何もし、だからある意味で言うと思考というものの、思われたところの、人間が思ったところのものは全て信用できないというか無価値だというふうに思ってたわけやけども、そこのその無価値がそういう何にも思わない、何にも頼るにしないところにこそ、うん、一無二の信任ありと、何時ら諸人の面目より収入をするか、でもお前のに今現在その肉体を通してそのピチピチとした、パチパチなその命純粋生命そのものが今出たり入ったり生きとるんだと、それをしっかりつかめよという言葉があったのよ。で私はもう何にも頼らないからものすごく虚しいと、はい、どうして生きて、うん、その言葉を見ただけでもう分かったというか、そういう意味で、おいや俺すごいと思ったの、はい、そういう思われた、思ったの、俺はこれで何も頼りないで、もう寂しくて虚しくて本当にもう言葉では言えへんような、何かこう心の中に小晴らしが湧き進んでるような、はい、そういう感覚だったわけ、ずっと、はい、うん、で本当に見る風景もそうだった、なんとなくそういう荒涼とした心象の風景でずっとおったのよ。でその時にその言葉で「えっ!」と思ったのよ、臨済ってそういうこと言っとるなと、私が何も頼りもしないってこうでこう虚無感でこういうふうにあるのに、そこにこそ本当のお前が生き生きと生きてるんだっちゅうわけや、はい、じゃあ一体臨済の言うその本当のトゥルーマン、いわゆる一無二の真理というものは何だろうかと、うん、俺これが分からんことには俺何歩社会出ても全然その次のステップはいけんなと、もうこれが自分にとっては究極の今のところの最大のもう課題だろうと、このことが分かるということが、はい、いうふうにもう自分で思ったのよ。その時に虚無が真実だってこう呼んだ時に、うん、虚無って怖いじゃないですか、怖くなかったですか。怖いということよりは寂しい、はい、寂しいというか、でも寂しいところにこう意識を向ける、それこそが
そう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 いう経緯の中で何にも頼るものない寂しい寂しいそういう荒涼としたところで臨済の言葉がに出会ってその逆説やね自分にとって頼りないから虚しい寂しい戻ったのにその頼りに何の世の中に何を頼りにするものなんかあるかっちゅうわけだもともとないんだもともとないっちゅうそのないところにお前の本当の生きたものがあるぜいわけやすごいこと言ってるなと思ったのよ私編集とかの全然そのまではあんまりうんうんうんあ禅寺には帰ってたな、はい、その時そのたまたま尊霊臨済録読んだと思うな、はい、文学ばっかの同席とか漱石とかなんか読んどって、はい、本ばっかり読んどったらこれらっちゃあかんなと言うて友達と、はい、おい近くに禅寺あるからってあの座りに行くかって言って行ったの、はい、そこでたまたまその本であったほんであこれがお出会うこの一無二の信任を体得する以外にことが自分にとって一番の最大のもうその時のもう究極のテーマだと自分思ったもんでだからまあだから坊さんじゃなかったんだけどね、はい、その時21か2ぐらいだと思うけど大学生まあ大学2年かな、はい、なった時、はい、でその老発絶心言うて雲水でも昔から命のりの大絶心言うて臨済宗で言うんだけどその専門道場の一番厳しい1週間の修行に大分の万寿寺という専門道場だったけどそこへ飛び込んだの、はい、たまたま私が行ってる前あの西の上の前回のおしげさん前マスターがそこの専門道場 のおしげさんだったもんで、うん、君みたいな若い時にそのもう命懸けで修行しできる時やりなさいとか言って、まあ、周りの先輩にうまいほど出られてさでも本当に自分はその時ほんまもう死んでもいいかなというぐらいのつもりで入ったの、うん、で、まあ、まあ5日目ぐらいだったかな、はい、ただその時にやっぱりもうごっついこう短縮した形 のどういうかこう心理的なこの心の葛藤っていうものが、はい、3日か4日間ぐらいのあるだけね、うん、でそうやっとってやっぱり思考してるじゃん、はいはいまだ思考を話したいう経験はないわけよ自分の中でだからこんなことして俺おかしくなるんじゃないかと、はい、大丈夫かなという不安がものすごくあるの、うん、やっとって、はい、でこうやっとったら自分が思考がないような何とも言えん経験したいことないような深みの中に入っていくわけよあれこんなんで大丈夫かなと思うわけよ、はい、やっとってさ、はい、いやいやと禅宗の歴史の中でブッダから伝わってるこの伝統的な方法に間違いがあるはずはないと今まで何もそういうことを経験して通過して、一種そういう現象というかそういうことがあるんだからいうふうに自分に言い聞かせてもう逃げたかったの本当逃げたいという気持ちをものすごくあったの、はい、怖いしあそれからものすごく痛かっただよ痛いだって今まで 1,2 時間ぐらいしか座禅してないのにさ座禅、うん、朝のからずっともうほとんど座りっぱなしで座り続けるわけじゃん、はい、まあ筋肉ってやるけどさ、はい、だからもう1日目はもうこの辺の足がね下の方が痛いけどだんだんこう上のも痛くなってきてさもう自分の体がもう岩みたいな感覚になってきてさなんか気がついたら自分植物にみたいな感じで歩いてるんかなってそういう状態感覚はあるんですか感覚はあるねあだんだんその感覚いうのは何ちゅうかなどんまいこと言われへんけど私植物になったことはないんだけど、はい、なんかそういう何ちゅうかなまる自分が岩みたいな感じだね、はい、で気付いたら愛してるなっていうような感じだねうんでこれでもでそういうなんかね何、まあ、というかなうんかやっぱ思うわけよこんなことしとったら大丈夫かなとかあもっとそれから衝動的にも痛いとかいろいろなことあるからうわっと叫んで、はい、その場から逃げ出したいというもっと思考以前のところの衝動もあるわけ、うん、俺バッと飛び出していきたいという衝動も、はい、いやいやっともうこれ で無事の後半いただいとったから座禅をしながら数足かしらそれでもう出会っとったけどだんだんさどっかでさちょうどあの海のねこう泳いどったら急に崖がバーッとって深海が覗く時あるやん、はい、その時ふわっとこうあるやん、はい、あの深海の底のね、うん、こう今までからこう崖のところがポッといってふわっとこうあるやん、うん、その深海をこう覗くような恐ろしさがあったわけ
その、あの、やる。いや、まあいいやと。もうこれ、そのもう絶対間違いない。このまま行けっていう感じでも、それで思考というものと、を離れる、そのせめぎわやな、自我の思考と、やっぱりこう自分がしがみついてる自分があるわけよ。でこれを離れるのは怖いわけよ、はい、でその数足感とか文字やっとったらその思考から離れていくんだけど、それそこを離すのがなんか怖いのよやっぱりでもそこであいいやと思ってふっと力抜いてそれスーッと息をしだした時にやっぱ転換が起こったんだよな。どっかあもうなんかものすごい楽になった。あの3日目まで行ったってもうな先ほど愛して涙も出て逃げ出したくなるぐらいやったのがふっと力が抜けてもう、もう向こう自然に息をしてるというそのあの座禅が座禅してるというようなそういう感じになってたね、うん、でそれぞーっと続けとった時にまあ参禅した時にまあある種爆発みたいに露出の面倒で、はい、元は何だとか言ってロシアでその一対一で言うわけだ、はい、元は何もないことですとか、天地いっぱいですかもうですとか言ってこういろいろやるわけど、はい、まあ大体ダメだというそんなことはダメだと理屈はダメだとか言って座布団の上で死にって切ってこいと言うて突っかかされるわけよ。でその時はまだ意図的にものを言っとるわけだやっぱこちらは、うん、ところがある事件の時でもう自分という意図を離れたところでまあ無地の一斉というかもう雄たけびのような形で自分の全生命がバッと出たわけよ。そこからその時にねもうそれは自分以前の問題、自分の意識以上の自分の命なんだわ。だから本当はそれであの、まあ、無地三昧でもうそれでよろしいと来たわけやロシア。せやけどこちらもねもうその時はねもうそのものになりきってるからね、うん、途端にバーッとねあのそこから飛び出して、はい、でそのちょうど飲料の目の前にイチョウのあクスノキかな大木があってそこへガーッと行くなってただただ涙が出てくる。だからその老子のとこへ行ってそのけんあのまあ一応無地を投下してこっちへ帰ってくるまでの間はもうある意味であのルール通りでは全然普通はちゃんとこう参拝してありがとうございまして帰るんだけど、はい、もうあのその時はもう何ちゅうかもうそのロシアの関係なしパッと飛び出してでもうで今までの荷物がガサッともう一切合切が抜けたようなそういう感じでそのあのただただあのまあ歓喜で涙が出てたという状態。それでも別に今説明したら色説明してるけどただもうああってもうだってもう究極の安心感ちゅうか愛の安堵感というか。でして大きなその命にもこのこう包まれて生かされてるという、うん、そういう、うん、なんていうのに丈夫な感じとそれいうのでただただもうひたすら涙が出てるそれが私 の, あの22かなぐらい、はい、だけど割に早いのね1年座禅が初めて1年か1年半ぐらいね、まあ、あのその経験をね、はい、もうその後はあのうん、もうずっと座禅されてるんですか。そうそう、その後私は別に坊さんになるつもりなかったもんで、はい、がまあ学校の勉強好きやから言うわけじゃないけど、はい、一応1年間留年して、はい、当時は就職なんかちはねあの心配しなかったよ今みたいに。でいくらでもあったもんで、はい、あの選ばなければ、はい、うん、でまあ1年ちょっと留年して、はい、でまあある大手の流通会社へ 4,5 年勤めてたの。でもそのそ う, うんその間でもあの座禅会にね、はい、毎週日曜日は必ず行ってたし、はい、ま あ, あ月に一遍ぐらいやったかな土日のそういうあの小絶心いうかそういうのもやっててでそれはずっと続けてた、うん、座禅はね、うんうん、うん、サラリーマンやられてから、うん、あの住職さんになられた過程っていうのはあそれはね、はい、あのサラリーマンそのサラリーマンは大阪でですか。大阪で、はい、大阪の西の宮にねその あって、はい、分室というのがあってで神戸に流通センターがあって、まあ3カ所ぐらいあの6年ぐらいの間に点検あったかな、はい、である時に、はい、あの
人事異動があって、どこやったかな、それよく覚えんねんけど、大阪のそれこそ堺かそこら辺の近鉄沿線ぐらいのいわゆるショッピングモールだよな、そこへ天気命令が出たんだよね、はい、で、その鉄器やる間さ、まあその移動の準備等々があるもんで、まあ、1週間ぐらい多分休みもらえるんだと思うよね、はいはい、でその時にその店行ったのよ、あの見に来た、次に行かれて、行くところどんなとこかなって、はい、ほったらさ、荷物がバーっとこういっぱい商品がダーっとこう陳列されてるわけよ、はい、ようけこんなもの売るんやなって、こんなもの一生そのサラリーマンで売ってなんぼちょっとぐらいやらなってもどうもらしいなと思うねそれでもあやめようと思ったの、うん、やめてどうしようかと思わなかったんだけど、もうちょうど住職になるためとかじゃなくて、とりあえずやめようと思った。とりあえず29歳の時だったのその時。じゃあもうだいぶやられて、そう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 、もう非常にいろいろこと勉強もさせてもらったし、はい、いわゆるサラリーマンの嫌な経験もその辛い経験もあるし、いろいろことにおいて、まあ自分にとっては非常に素晴らしい実社会の経験やったわけ、はい、でその転勤命令があってそこへ行ってみたら、ものすごいものがバーッといっぱいあるわけよ。で私のわけではやっぱり一応吸い込みかしらんけど、全的なものの考えてあるからさ、人生はそんなものなんではないというか、そういうあれがあるじゃん、はい、でまさにそういう大量生産大量消費のその象徴みたいな、そのこの店の山積みにされたものがあって、でコロナを一生懸命売るために俺そのだこれからずっとやっていくかな、どうしようかなと思ったわけ。でもうだいたい30にして立つというのはあるやん、はい、だからだいたい29、30ぐらいでやっぱり一生の方向を決めないかなとは思ってたわけ。でここでもうやるならずっとやるしという、あでそうでも思ったの見た途端にもうやる気しなくなって、あやめたと思った、はい、でやめたのよ、うん、でやめて何紹介のあんまりね、はい、恥ずかしい話考えてなかったの、はい、もう本当に無謀の話だけども、うん、まあ割にその当時はそんな仕事がそう困らなかった時代なんだろうと思うよね、はい、でどういうのかな、ただちょっとだけ、そう大したことないんだよ、英語がね少しだけ飛んでやったから、はい、大それたことを考えてその鈴木大拙の本なんか読んだから、はい、そういう仏教とかそういうのを英語で紹介するようなそういう仕事でもやるかなとか思って、はい、英語の勉強しようかなぐらい思ってたのよ、はい、でまあちょうどそれで筆やめたと思ってもあれなんかなと、まあ、そっちのことわからないけど、会社のちょうど前の上司からはもう離れてる、職場が離れてる、はい、次の職場も行ってないということで、うん、中られてた、あ、はい、では本社の方に退職届をまだ出せなかったんですかねまだ出せなかった、郵送しもうすっかり やめてると思って、うん、そうそう店の前でやめようと思って、はい、でそれで帰って、はい、本当は挨拶に行くべきなんだよな、うん、社会的なマナーからすりゃ、はい、前の上司のとこ行ってお世話になってるし、うん、まあ、もっと上の人との、まあ、縁で、はい、もう紹介もいただいてるんだから、そんなやぶから棒にさ人事の本部の方へさ退職届をさ送ったりするっていうようなことは一方的に送るようなことはさそれはそれでも通るかもしれんけれど、うん、で私その時に大好きなのが坂本龍馬です、大好き、はい、龍馬が行くの大ファンだったよ、もう夢に出てくるぐらい何回も読んだね、はい、ほんで土佐の高知へまず坂本龍馬へ会いに行こうと、はい、会いに行ったのよ、ほんで2泊3日ぐらいでね、で帰ってきたらその会社の本部の、はい、その最終的に亡くなった時は早く亡くなったんやけど、副社長やったから私とか、はい、まあ私と、まあまあ、縁があって、はい、ちょっとまあそういうお世話いただいたんだよね、はい、でその人から君はそんなの部室急にそんな本部で人事の直接その退職を届けてそうだけれども、はい、そんな君は人生というのは君がそんな考えるほど軽いもんじゃないって言われてさで私は今ちょっとストップしとるから、はい、よく考えなさいと、で君はもし職場に対して何かこう言いたいことや何かあるなら、まあ、私は直接じゃないけどその誰かに一回相談 しなさいと、
や君は考えるほど人生は軽いもんじゃないってよく考えなさいって言われたので、その時まだだから自分何するか分からなかったんだよな、うん、ただまあそういうで親で一応座禅会通ったりしとったから仏壇があって、はい、時々は般若心経とか白隠禅座禅和尚なんか読んどったわけよ自分で。それはもう自主的に自主的に、うん、親父なんか知らんけど、はい、そう、うん、で仏壇の前座ったわけ、座った途端にあ坊さんになる思った、ほんでもうすぐ次の日ぐらいね、はい、自分の世話になった、はい、その師匠のところへ、その当時はもう大分の万寿寺の寺から、東海明神寺の東海の寺の、老子でおったったんだけどね、その京都のところへ行って、坊さんになりたいですって。それはなりたいですって言ってすぐにこうなれる道が開けるもんなんですか。あ、それは誰でもなれますよ。ただそのまあ禅宗のまあ特に臨済宗なら臨済宗の所定の修行さえすれば、うん、でまず順番からいくと、はい、まあ叱るべき人の、はい、まずは小僧になるわけ、弟子、はい、小僧さんの小僧になるわけ、はい、で小僧でそこのお寺の小僧という、はい、最低のそこのまあ宗派の臨済宗の各派の、うん、どこの派でもいいんだけれど資格を取るわけ。あ、資格、うん、はい、で小僧さんという、まあはい、社務職いうんだよね、社務で、そこでそのお寺からまあ全国10か20ほどあると思うんだけど、専門道場に頼みましょうをかけて1年、最低1年を一つの単位にして修行すれば、はいはい、まあ一応の坊さんの最低の資格という意味では取れるわけ、はい、うん、まあそれは誰にでも開かれてるの。だから誰か知り合いのお嬢さんつてからやって、それでまあ小僧さんになって、はい、ほんで、まあ1年、最低ね、はい、うん、で、まあ私はずっと結構21人から29までか、まあまあ長いこと座禅やってるから、座禅ならできるから大阪人的な合理的な思考も働いてるわけ、座禅なら俺大丈夫だなと思ったから、はい、慣れてるし、うん、うん、で、1年ぐらいの運水やってる人よりもきっとよく座れるし、はい、まあ公安とか全的なあれもちゃんとあるし、うん、だからそこら辺のあこの世界には俺自信あるなと思ったんだよ、はっきり言うていけるんじゃないかという気持ちもあったんだよ、はい、直接その座った途端にそうは思わんかったけどね、はい、後で考えてな、うん、で坊さんになりたいですって言ったの、だなんて会社はどうしたっていう老子が言うの、やめました、だ明日から来なさいそれが始まりに、それが始まり、うん、まあしかしね、はっきり言ってね、坊さんになってからの方が、はい、ピュアに修行できてないね。そうなんだ、うん、やっぱり学生の時に親父が亡くなって、はい、それでその坊さんになるとかならんちゃうんじゃない、もう実存的な自分の生きるそのどういうかな、よりどころを捕まると体感してたらどうしようないという切羽詰まった気持ちがあるじゃん。でそこでやってるのには何の掛け根なしにただ道を持てるわけよ、その過程においては、ね、だからその時はまあそれにまだまだ目も開いてなかったからもう必死やったからね、だからもう真剣だったよ。だけどもまあ別に自分の修行がその坊さんなんて修行が真剣なかったとは言わないけれど、やっぱりいやそこにはやっぱり職業として坊さんになっていくということがやっぱあるじゃん、はい、うん、そういうなんかこう一つの出来上がった仕組みの中に乗っかって、はい、でそこに乗っかっておればなんとかなっていくという、はい、その道に入ったわけじゃん、はい、自分が選んで入ったんだけどどうしてもそういうあれがあるよね、うん、だから今でもってそう煩悩はまだまだね、うん、思考と思考というのはなくならんだよなと思うな俺は、そう簡単にはずっとあっていいもんかな、そう思うな、うん、うん、あっていいと思うね、はい、うん、なくそうと思うと帰ったよね、はい、そうですね、うん、うん、うん、
ただ死亡なかったら、あれだもんな、それこそカラスやらと一緒だもんね。そうですね。この間あの確かね、井上老師やったから、そうです、ね、の時に同席されてたんですよね。 そ, うです、はい、うん、それとあの宝庫寺でね、あそうのあの雲国際さんと安倍さんのトークの時に、火水祭、火水祭、ごめんなさい、火水祭でした、ね、あそうでしたね、ちょっとお話させていただきます。あそうですよ。どちらにお住まいですの？三日日です。あ、三日日ですか。でもここはあの、うん、小学校の校区なので。ああ、小学校の校区にと、あの、自分が出た。あ、そうですか。割と詳しいんです。あ、そう、じゃあ近く、どこの生まれですの？あの、法賀の。あ、法賀、本当に近いよね、法賀小学校に行くみたいな。あ、そうですか。まあ、ようこそ。はじめまして。山上と言います。よろしくお願いします。ゆっこです。よろしく。え、ポールさんはじゃあ結婚されて三日日。いや、そうじゃなくて、はい、結婚の時にはいいんですか、これ、スピーキングプライベートです。これ流していいのかな。流してダメ。あの、東京の方にいたんですけども、はい、あのうちの旦那さんが仕事がなくなりまして、それでそこの訪問に一回住んでたんですね。お、悟りってどういう意味というか、まあ、何にも意味ないけどな。うん、別に要するに悟りっていうそのものは、はい、あの言葉やしな。ただしこうしてこうあるんだけの話だけどな、はい、今その悟りっていうものに全く関係のなかった一般の人が悟りに興味を持ち出しているような時代になってきたように感じるんです。そうそうそうね、それがちょっと不思議、不思議というか、というか、いや、その迷うてるから悟らないかっちゃうのかな。うん、つまり当たり前のところから外れてるいうだけのことちゃうかな。そうですか。うん、その現代文明社会が特に当たり前でないように人間を作ってるんじゃないかな。そうですね。うん、あのいわゆる機械のリズムとか、で、うん、私たちが当たり前でないものことに悩んでる私たちが、うん、もう一度当たり前に戻るためにどういったことが必要に。当たり前になるためにどうしたことが必要なのか、うん、私もなんかその当たり前じゃない方向にこう自分をこう追い詰めて鬱になって、もうその間ってすごい自殺ばっかり考えてたんですね。で今やっぱりこうすごいたくさんの方が自殺されるじゃないですか。でそういった人でもうその予備軍が多分悟りとかいろいろなことを探し始めて、なんとかこうあの出口というかを探されてると思うんですね。で多分あの小泉さんのようにそういった人たちにこう何かこう情報を流せないかといってこうされている方たちもすごく増えてきてて、でそのこのカメラの向こう側で悩んでる方がこう、その悩みからもう本当に普通のことじゃないですか。そう。でも普通のことなんですけど、その普通を選べないんです。なぜか選べないんですよ。でその普通をそうこんなにこう選びにくくなった時代に、もう一度この本当に普通のことなんですよっていうことをこう伝えていくっていうことがはどういう語り方で伝えるといいんだろうかとか時々思うこととかがあるんです。やっぱりその山上さんがそうはねされあったように思考を離れるという経験を、はいはい、で思考を離れたところで今を感じるということをその人なりに
体験として、うん、確かなものにしていくという、うん、それをそのそこの方がいいがシフトすることで、はい、思考は思考に過ぎない、はい、仮に概念的に構築されたもので、うん、一種の人の虚構としての物語にしか過ぎない、はいはい、絶対的な価値とかよりどころではない、うん、いうことに気がつくように、はあ、気づくってポイントですね。そうだからその思考を離れるということが非常に、うん、やっぱりいろいろその、まあ私の場合はその、ね、はい、そういうああいう形なんで、そう誰もかにもそんな切羽詰まった思いで、うん、はい、専門道場に飛び込んだりしないと思うから、はい、いろんな形で何らかの形で思考を離れた自分を感じる。でしかも実はそこが一番心地よい、あ、楽やし、はい、思考発生ものすごく楽なんや、本当にとやかく今全然何してもかめへんねんから、結局自分が自分にとやかく言って辛い思いを作ってたわけで、そうそう、自分は価値観で全然裁く必要あれへんねんから、はい、ある、まあ、要するにあるがままで、あの、ここっとあればいいわけだから、はい、うん、それがなかなか多分この現代社会の、はい、ある意味で思考の過剰な、あの、言語とか言語意識というものの過剰なね、はいはい、そういうところで生まれついた現代人にはそれがなんか難しくなってるんじゃないかなと。でもそれは本当の命のありようじゃないなと言ってみんな気づき始めてるんだろうね。だからごく普通の平凡な当たり前のところに戻るという、そういう全体的な流れがあるんじゃないかなと思うんだよね。というのは、全体的な流れとして起こってとして、うん、で私が鬱になって苦しんで、うん、ああじゃあこっちは楽じゃんって気づいたように、うんうん、その全体的な流れのように自然に向かうものなんでしょうかね、これから。それともやっぱりこう意識して向かうようにしていく必要っていうものは、それはまあのそっちは違うよいうことは、こっちの方が楽しいよというメッセージを出すのがいいよね。出すのがいい、うん、だっておかしいんだから、はあはあ、そこにおるのは、はい、うん、そこでおかしくなってる世の中が人がいっぱいあるんだから、そうですよね、うん、思考に取り込まれて、はい、これはあのごく普通にまともに生きてるように思えてる人でも、はい、容器がそうだと思うよ、はいはい、あの価値観の、はい、もう絶対化しちゃって、もうみんながそれを見てるもんで、もう見えない、見えないと思うよ。その集団集団になんかその独特の価値観というのが前提にあって、もっと平凡なごく普通の人が普通に判断できるような判断ができなくなっている。そういう意味で社会の方が狂気というか狂っておって、そうですよね、狂ってますよね。うんうんうん、狂ってることが分からないで、もう集団的に狂ってるもん、ところがあるもんだから、はい、そんなひどくは狂ってないけれども、だいぶ狂ってると、はい、でそういう狂いながらみんな世の中作ってるか、おかしな世の中になってると思うんだよな。だからごく平凡に、あ、今お茶あれはいっぱい飲んで、はい、あ、おいしいと、目の前の花の入り口はきれいなとか、子供がこの子供の、あ、素晴らしいなとかいうような、その、あ、輝く命に対して、あのね、あの、うわ素晴らしいな、可愛いなというような、ごく自然な人間の思考以前のところのダイレクトなその感覚いうんかな、はい、それかまず歩きやと思うんだよな。そっから物事は進めていかないと思うんで、つまり命の原点でのその物事の判断は一番重要だと思うんだ私、はい、ところが抽象レベルの思考のレベルで命いうものを全然感じずに物事は進行してると思うよ私、いろんなところで、まああんまりこんなところであれだけども、例えば原発の問題なんかそうだと思うよ私は。あれ明らかにあんなもんはそらやめる方向に私は行くべきだと思うだよ、まあ、すぐやめれんにしても、あれだけのことが起こってんだから。で自分も例えばほじゃそう やりましょういう人が、ほんだら原発のすぐそばに子供を置いて教育するかっちゅうわけよ。で自分の命の問題でないからそう思えるわけよ。中小レベルでその日本の経済とかの、まあ、いろいろ利害の白紙があるんだろうけれど、自分がそこで
命としてそこの生活空間の中に原発がすぐ横にあって、そこで子供を教育してちゃんと教育するいうことがね、あればそれはね、はい、あれだけど、そういうとこでないところで判断してるじゃないかと思うんだよな、はい、私は、うん、まあ例えばの話、はい、うん、だからどうかな、うん、命を命としてダイレクトに感じるという、はい、うんうん、ことやな、うんうんうん、そこから世の中はもう一回再構成していく必要があるんじゃないかなと思う、うん、ということはね、できるだけ そっちなの要するに当たり前の大地にみんな、ここは我々の共通の大地だよということを言って、はい、この共通の大地から世の中を作り直せるよということ、うん、頭で作ったバーチャルな空間だけでこう物事を進めていこう、そう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 、でもそれが作りバーチャルだって気づかないんですよね。そうなんや、うん、だって思考を先立ててそれで物を見るもんだから、はい、でもそれにもう私たちは子供の頃からずっとずっと慣れてて、うん、そうそうそう、でそのたまたま、うん、私の場合はこう鬱になって抜けちゃうと、うんうんうん、なんて変なことしてたんだろうと思うんですけども、それをやっぱりこう伝えるにも思考、うん、言葉を使うじゃないですか、うん、そうね、で結局そう伝えようとしてこう話をさせていただくこととかがあるんですけれども、うんうんうん、どうしてもやっぱり思考のレベルで捉えることが起こると、よりそれがまた問題になったり、うん、何々しなければならないというふうにこう捉えられることもあったりして、うんうんうん、最近言葉に対して異様に敏感になってるところとかありますね、うん、ああ、そうですね、言葉で伝えると誤解される、あ、そりゃそうだね、ですよね、うんうんうん、でどうやって伝えたらいいんやろう、じゃあ何をどうすればいいんやろうって感じ、うん、最近ちょっと考えてるところとかあるんですね、で、うん、うん、結局もう言葉も、うん、多くの人がもう言葉ありきで、うんうんうん、言葉理論からこう伝わるというか、う理論からこう何かを理解 しますよね、でそれをもう取っ払ってもういいやんっていうところからこう、うん、それがね、うん、やっぱりこう今こことかこう伝えられてることだと思うんですけど、そこをこう直接的にこう、うん、今ここ今ここ今ここって言っても伝わらなかったりする、うん、そのジレンマに、うん、ジレンマがありますね今はちょっと、うん、だからそのあれだよね、まあお茶飲みましょうか、あああ、私は、うん、だからその思考しない自分いうものをでハッピーな自分を生きるいうことはまず大事なことじゃないかな、それからもう一つは思考を外しましょうということはやっぱり言葉で伝達してたらええんけれど、そこに思考しないなんかそういう仕組みというか、うん、フィールド、はい、を共有するというか、まあ、それが結局 禅の修行の道場の、はい、だと思うからけどね、はい、禅堂に入ればさ、はい、割にいろんな人が変わっちゃうだよ、ああ、なんで変わるか言ったら、うん、禅堂でやることがほとんどおよそ思考しないで、うん、やる日常のこの身体活動がほとんどある、うん、宅発したり畑仕事したり料理したり、うん、要するに料理もまあ本格的にやる騒動は今でもガス使わずに薪でやるから、うん、薪を割る作業から薪をくべてあれする作業からいうの全て、うん、そのどういうかな、今ここの目の前の食材なり薪なり火なりと直接的に感じながらやってる仕事だから、はい、それから非常にシンプルで人間の
あのどういうか営みの一番原初的なところをやってるわけだから、そういうことが修行のなんかこう一日の流れの中に組み込まれてるわけだよね、うん、だからそこに入るとおのずとあの普通学ぶと言ったらさ何冊本学んだいことになるけど禅寺では、まあ、基本的には本はいらないわけだから、うんうん、まあ公案とかそういうのは若干あるけれども、はい、そういうフィールドいうのがどういうかな、あのまあ別にあの 禅でなくていいんだけども、はい、そのみんなそれぞれの形で、うん、あの共にするような場が増えれば、例えば気功なんかはそうだよね。気功のは思考じゃない、離れるからね、はい、でもっと身体感覚だから、うんうん、で重要なことは思考を離れるっていうことは自然体でこのおへそから下の腹に自分の中心が来てるという状態なんだよね。だから例えばさこう剣道あの武士でさやれとる時にさ、はい、考えないからね。そりゃそうですよね。あの考えないで変えてる方は嫌われるんだよ、うん、だから横綱でも聞いたらどうしてあなたあんなこと考えてやるんだよ、うん、体が動いてるっちゅうわけだよ、うん、つまり思考以前のところで人間は今ここに対応する能力があるし、うん、逆に思考を働かしたら今ここが離れるわけだよ、うん、だから人間の今ここ本当に生きるセンターは脳ではなくって腹なんだよ。うん。で、だから禅の場合は腹を養うということをまあそういう意味で言うんだけども、まあ気功もそうだよね。うん。だから、まあ、そういういろんなアプローチの仕方で、はい、要するから思考から離れましょうというメッセージも大事だけれど、はい、思考を離れたところで、はい、なんか共同にものをするフィールドというのが。いろんなところでできてくるというんじゃないかなと思うかな、うん、だからそこで人間は本来の健全な自分に戻ることができると、はい、うん、ちょっとおかしくなってる社会全体のからちょっと一歩離れて、うん、自分に身を引いて当たり前の素の自分に戻る、はい、うん、思考以前のところ、うん、あるままの自分のところと、そこから世の中をまた出ていくと、それによって世の中が良くなっていくんじゃないかなと、うん、と思うんだけど、うん、向井さんのやられてるその通で禅リトリートとかも、うん、そういったことをやられてるわけです。そうだから今ここは基本的にはやっぱ今ここを楽しんでみんなで楽しもうという発想だな、うん、今なんか思うんですけど、うん、スピリチュアルってこう言われている世界も、うん、そのスピリチュアルの中で悟り系って言われているものもやっぱり硬いんですよね、うんうんうん、なんかその難しいっていう印象があって、うんうん、あ、でも本当はそうじゃなくって、うん、自然なこと でもっと楽しいこともあっていいし、そう普通のことであるし、うん、っていうことがあって、うん、そのスピリチュアルをもっとレイヤー的にできるものとかもあってもいいかなとか、これからは。あ、いや、当然そうだもん。つまり俺思うけどね、思考がね、はい、その今ここの本当に深く味わうことを邪魔してると思うのよ。今ここの人生のリアルな人生を本当に味わうことを邪魔してると思うんだわ、うん、だからみんなそのどっか虚しいんだろうと思うんだわ。ああ楽しめない、あ、本来の自分というか、まあ、痛くてもいいんだよ、痛くてもいいんだし悲しくてもいいし、うん、まあ楽しくもそれはいいんだけども、どういうかな、命と命いうもののこの、うん、まあこのダイレクトなその関わりいうのは、はい、もっと濃密なもんやと思うんだよ私、そういうそのどういうかな、命と命とのこうそのどういうか、直接的なダイレクトなそういうこのやり取り、はい、そこで感じる深い味わい手応え、はい、うん、そういうものが生きるという、それをが生きるということの味わうということがね、うんうんうん、じゃないかと思うだよな、うんうん、だから楽しくていいと、うんうん、なんかスピリチュアル言うたらなんかちょっとね、はい、うん、特別なことに結局スピリチュアルもやっぱり思うのは、
スピリチュアルって、うん、なんか出会った時にすごいものだって自我が思うんですよ、うん、あ、そうだそうだ、スピリチュアルすごい、今までの人生から見たらスピリチュアルすごいから、そうそう、スピリチュアルはすごくいいもので、スピリチュアル以外はダメ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 って言って、結局分離に使ってる可能性があるんですよ。そうそう、そういうふうにあるわ。それがなかなか分かってもらえなかったのに、あ、なるほど、皆さんもうスピリチュアル一生懸命守りたがってるんですね。あ、なるほど、それをどうにか潰したいというか、そこから出てくることがスピリチュアル。そう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 、何も分けない、そう、もともと一つのものを分けない、その通り、それそこにこう伝えたいなと、こう、あ、その通りです、なかなか伝わらない、うん、そうそう、だからスピリチュアルに特別なものがあると思うんだよ。そうですね、それも意識の世界だから、はい、違うんだよね、うん、そのあるがままが、はい、あるがままでスピリチュアルなんだ、はい、スピリチュアルであるし、うん、物理的もあるし、いろんな要素の側面を持ってる、うん、一体のそのものがそうなんだよ、はいはい、それを今ここのそのご飯を炊くこと、食べること、うん、人と出会うこと、はい、そのごく普通のことがすで、うん、にそこにスピリチュアルなもんがあるわけだ、うん、そうですよね、うん、でそれと離れて、それは日常性のなんか平凡なこと でどっか輝くスピリチュアルなもんがあるよと、はい、悟らなくちゃ、守ろうとするから結局苦しくなる、うん、そう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 、で偉いものになったらいかんわけよ、そういう意味では。まあ、そうですよね、スピリチュアルの世界で私は大事になったらおかしいわけよ、うん、ごく平だからね、私もだけどやっぱりね、うん、大地に根ざしたね労働からね、うん、我々近代文明の中でね、はい、離れてしまったじゃん、はい、それがやっぱり大きな一つのあれじゃないかな、ほうな、例えば北海道あたりでね、はい、前見たことあるどっか知らんけどね、もう朝早うから家族でね、はい、あのバーッとすぐ起きてね、はい、もうど寒いもんで、はい、それでこうあの湖の中で仕掛けたようななんか魚かなんか取るかなんかで、はい、ブワーってさ、はい、もう小学校ぐらいもんで駆り出してさ、はい、そしてその荷物を運んだりなんやするわけよ、はい、でそういうロゴで朝からやってさ、はい、で子供は子供でちゃんと分担を決めとって、うちのあの孫さんをやったりなんかするわけよ、はいはい、そういう中でね、こう大地の中でね生活してね、必死こいて生きてる部分にはね、分にはね、そのそんなあの悟りやとかね、うんうん、必要ないないよ、あ、思い思考している暇がないわけや、思考するってことは近代文明の中で、はい、分業の中で人間が誇としてちょっと暇ができすぎたんじゃないかと思うの、うん、俺あの切羽詰まって必死で生きてる限りにおいては、私は多分ね、もう貧乏で大変なところにはのあの農業でとかそういう心の山があんまないんじゃないかと思うんだよな、だからみんなもっと肘こいてなんか肉体労働してするような状況になれば、多分そういうことから離れるんじゃないかなと思う、労働を収入に結びつけた、働く目的じゃなくって、お金を稼ぐ目的にしたために、働くためにこの自分を犠牲にしだしたこととかも関係するから、今話しててちょっと、だから収入じゃなくって目の前の仕事労働が目的になれば、労働自体が得るものになるじゃないですか。その通り、その通り。そこが第一に根ざすとか、目の前にある人とつながるとか、そうかもしれないですね。だからそのうちのそうだよ、はい、草とろうがさ、はい、箱がさ、はい、それは承認に直に結びつかけないよ。お嬢さんちょっとサボってるないぐらいのもんだから、ね、草生えとったでね、はい、でも我々はやっぱきれいにしようという気持ちがあって、はい、まあ今日でも一生懸命箱根ちゃん草取ったけども、はい、でも草取るということが、はい、草を取るという取れてる自分、はい、こうちゃんとこう動いてる、はい、手が動いてちゃんと取れてる、はい、できれいになっていく、はい、これが喜びなんだよ、うん、これは無償の喜びなんだよ、はい、なんか人が褒めてくれるとかね、おさんよって言われてるせえ言ってさ、褒めてくれてこのわけでは全然ないわけだわ、はい、でもその草を取ってるということが、うん、体を動かしてることがあって、うん、それ鳥がふっと時々ふわっと涼しい風が吹いたり、なんかな小鳥が鳴いたりしてる、はい、わーもう生きてる喜びがそこにもあるわけよ、はい、それはね、あえてスピリチュアルなこと言わんでも、うん、スピリチュアルだと思うな、うん、生きることがスピリチュアル、そうなんよ、そうなんよ、うん、で私あそういうの思い出したけど、うん、白隠さんのね、はい、あの白隠店どっかでやってたよな、渋谷かどっかでやっててね、見に、はい、見たことあるんだけどね、はい、白隠さんってすごいよ、やっぱその絵の中でね、はい、ちょっと印象に残ってたのはね、
やっぱ日本の貧しいあの当時の農家なんだわ、うん、でおばあちゃん、まあ、そこそこのおばあちゃんがこう、まあ、みんなこう外のちょっとで仕事をしてるんだけど、そのまあなんか芋を洗ってるのかな、なんかこう足かなんかでこうたらいになって芋をこう棒にあって洗ってる、そういうなんかある風景があってさ、絵です、絵で絵で、でそこで向こうの月がさーっとでこう出ててさ、で月の光さーっと照らしたって、そこで一生懸命おばあちゃんがこう芋を洗ってるのよ、はい、あすごいなと思ったで、あのミレーの落ち穂拾なんかじゃん、 あれなんかでもそうだよな、あの中には、うん、あのばあちゃんもそのミネラルもスピリチュアルなんかもう言わんと思うけど、いいも悪いもないっていうのを日常でどうこう生きるかっていうところが体現できると、うんうん、その瞬間にこう入り込みますよね。そうだね、いいも悪いもないいうことはね、はい、そうだね、それなのにこうやっぱり私たちってもう、うん、癖で、うん、イエスの言っちゃうんですよ。だから草刈ってる時に、うん、こんなんしてる時間ないのにとか、 その脳が結局自分を苦しめたり、その通り。そやからね、もう修行やっとってね、はい、自分がね一番経験したのはね、はい、天道やったことが、まあ、やるわけな。私和尚さん坊さんになってから、はい、まあ、もちろん運水になってもそう天道ちゃん台所だわけに、はい、でもちょっと自分の師匠がね、はい、まあ、ずっと長い間専門道場の押し消せだったから、自分も弟子一番の、まあ、弟子だから、はい、そういうことで坊さんな和尚になってからも、はい、運水がの手伝いで台所側によく入ってたのよ、はい、で1週間ぶっ通しでさ、はい、接心をもう露発大弟子なんかとも全く寝ないでやるような、はい、そういうのに、まあ、天蔵の下働きで入ったりしてたことあったの、はい、だったらさ、もう一応その接種にも参加してるからもう眠たいわけ私も、うんうん、まあちょっとこそっとは噛みぐらいはするけどさ、ほんでいわゆる台所で、まあ、10人15人とか人数の料理を作ったりするから、もう寒いしど寒いし、こっちは寝ないし、はい、ほとんど寝てないしするし、もう大変だね仕事がそのものが、はい、俺こんなもうええ年こいてさ、50もなってこんなことやっててさ、誰も別に褒めてくれるわけでもないしさ、そんな小遣いよくくれるわけでもないし、何のそなんかなというような気持ちもなることがあったの、たまに、はいはい、いや待てよと、俺はこれを今やることが、はい、ただ本当にその喜んでやれるようになるということが本当の修行だろうなと思った、はい、思ったの。それからもうそういう、まあ誰もな、その狭い台所で飲んでたら「こっさん偉いですね」とか言ってくる人も誰もおらんし、押してくれるわけもないし、誰もだけども、まあみんながその1週間1週間やって楽しく、ね、楽しくない栄養ね、ちゃんと立って仕事ができるように、まあできるだけ与えられた材料でいい料理を作るということに もちろん喜びがあるんだけども、そういうことやってると。だんだんそういうことによって、結局ね、仕事じゃない、バカになって仕事、何度もバカになってやりきってやるよ、禅寺では。で、バカになっていうのはね、本当にバカになったらいかんだけど、自分の持ってる既成の価値観をね、から自由になれということなんだわ。だから台所で、寂しこんな一人でお金も関係なしにやるいうことは、自分が価値づけ、判断してるわけじゃん。バカになってないわけよ、そこに。価値判断が入ってるわけじゃん。はい、うん、草取るのもそうだよね、うん、だから今言われてるのに言い悪いとか、はい、そういう価値判断全く抜きに、はい、やれ、その今やることがどんなことでも、うん、喜びとして、うんうんうん、ね、仏様と同じ手同じ足同じ口を持ってさ、はい、その自分は仕事ができるんだと、うんうんうん、ね、でそれかもそれで何か人のために役に立って喜んでもらえるなら、うん、それならもう自分は喜んでやれると、やれることは何でもやりましょうっていうのは、その全的意味ではバカになって何でもなりきってやれっていうこと。それを続けてるとね、自分の持ってる規制のね、そういう価値観がだんだん抜けてくるんよ。で、私多分ね、修行してよかったのはね、その価値観がね、随分抜けてきたことやと思うわ。で、昔なんか台所入ったらさ、男子厨房にいるからってさ、言ったら、その当時の私、教育受けてるから、お米なんか取り出すことなかったけど、と言っちゃいますよね、ほんとは、なんで男子やのにこんなそう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 、うん、で例えばトイレ掃除なんかでもね、あ、うん、なんか汚いさ、そんなの下の人にね任せとけばいいんじゃんっていうじゃん、はい、でトイレ掃除が実際ほんまは立派にしようもた大変なことで、はいはい、価値あることじゃん、はい、うん、
だそういうふうにね、我々はね、物事やった時にね、あその言われるようにね、もうどっかでね、価値観があってね、いい悪いって先にね、動いちゃって、でそのことに馴染めない、その瞬間にも、その瞬間に馴染めない、常に違和感感じてやっちゃうんですよ。そうで多分その時にもう、あの今ここからも離れちゃう。その通り、その通り。そうそうそうあすごいで工夫、そこで工夫もあるしね、気づきもあるし、そうやね、だって我々はどうしてもなんかやってる形に価値があると思ってるもんな、あと結果に、結果、あそうそう、出会って結果に ね、だからな、だって子供もそうだよな、その何か結果じゃなしに、そうやってること自体が楽しいと、生き子供ですよね、だから子供の感覚でその瞬間に結局夢中になるようなもんで、そうそうなれるのが一番いいんです、ね、いいそうだからそういうことが、そういう機会があれば思考から離れるから、自然に離れますよね、あの子供の感覚でこう、やりで心地よい、あ心地いい、心地いい、でしかもそれがみんなでやると、余計に輪になって、本当に、心地よい、楽しいというか、そうや、だって結果ばっかり追い求めて、結局最終の結果は死ぬばっかりなんだから、そんなことじゃなしに、今ここ本当にいかにね、あの手応えあってこう充実して味わって、だから頑張るのもまたあれなんだよね、だから頑張ら今ここというんじゃなくに、道元さんはあの中国から帰ってきた時、別に特に悟って得たものはないと、柔軟心を得たのみって言ったと思うんだけど、柔軟な心、あ柔軟、だからその今ここへ言うのに馴染むというのは、ちょうどこう柔らかい、こうファッとこう、今ここに自分がファッとこう柔軟な心でファッとこうその自分をファッと投げ出すという、そういう感覚だろうと思うね。向井老師は、その諦める感覚とかあります？なんかあのその今ここにこう委ねるときに、自分、私の場合は、私はこうだからっていうエゴのようなものがあるじゃないですか、で私はこうだからっていうものがあると、今ここのあるがままに委ねるのにやっぱり抵抗しちゃうんですよ、で抵抗しちゃうので、あえて諦めて委ねるようにこう結構あの意識したことがあるんですね、そしたらなんかこう諦めがこう進んでいって、その場合具体的に諦める言ったらどういう自分の嫌なことが起こった時に、もう諦める、これを選ぶ権利はもともと持ってないってことをなんか意識していきました。なんか物事はあの結局あるがままに起こると思うんですね、であるがままに起こるんですけれども、起こった時に、えって思った時に抵抗しちゃう自分っているじゃないですか、で抵抗しちゃうことによってあるがままは決して変わらないので苦しい、そうで それをあの気づけると、あのあるがままが起こった時に、えこんなことを私は嫌やのにと思った時に、あのあえて諦めて、あるがままが正しいんだから、正しいっていうことに一旦気づいてるんですけど、正しいんだからもう委ねますっていうふうに諦めるようにしたら、なんか楽になっていけた時があります。もうしょっちゅうそうよね。そっちいかにそっち振ろうかっていう、そうですよね、日常的にそっちへ振ろうとしてるわけ、でも抵抗する自分もある、たまに出てくるけども、その通り、そこですよね、じゃあ、多分あの多くの聞いてられてる方は、その結局守りたいものは守りたいんですよ、で委ねたくないんですね、で守りたいものは守りたいので苦しんでるけど、まだそこに目を向けれてなくて、なるほど、そう完全に手放してないわけだね、
なんか手放せ切れてないわけだよね。そういったことに気づけるときっかけにはなるのかなとか、それと自分の今までの経験で、その自分が計算せずに、そのもう一切合切その無前提にボーンと任す方が人生は面白く展開するっていうことを、ね、実感してるわけ。はいはいはい、それを見たいわけなんですけど、抵抗しちゃうんです、自我がある時は。でそうそう、自我がを諦めて、こう何しかもう委ねてみちゃうと、実はあれこっちの方がなんでこんなに楽になるし、抵抗なくなるから楽になるし、ほんでよく見るとなんかうまくいってるようにも見えてくるんですね。そうするともうますます委ねられるようになるんですけど、そのきっかけとなる最初の諦めをできずにこうしがみつくというか、守ろうとするすることとかが起こってるなとかは思います。だからそれ結局さ、修行というのはさ、その諦める練習やと思うよ。あのナムチはそういうことだもん。ナムチは帰依するだろ、だから大いなるものに自分を身も心も任せるということは、自分というものの持ってるものを諦め、捨てて、でその大いなる命に流れに任せるというのは南無の意味じゃん、全て南無阿弥陀仏では何の、まあ阿弥陀仏で言ったら無量の大いなる命に自分を任せるというか、それをサムシンググレーターなものに自分を身も心も委ねる、そういう時はそれと同時に働くのは自分の持ってる価値観を諦めるということも同時に起こってるわけだ。だからあの修行というか、生歌物もそうだし、何でもそうですけれども、その自分を捨てて、諦めて任せるという、その心の方向性をいかに健康にしていくかということが修行だろうと思って、だからさ、それができればできるほど、あの大道、みんなが幸せになっていく本来の大いなる命、みんなをこう育もうとして動いてるサムシングレーターになるものの命の流れに乗っていくと思うんだよな、乗っていけばいくほど面白い出会いや展開があると、でそこで過去を持ち込んで判断するからクリエイティブにならんわけよ、自分がこうあるべし、ああるべし、こういうのはやっぱり自分なんか過去のものもしがみついてるわけだよな、それを掘り出して今ここ今ここのどう展開しようが、あるがままに委ねると、自分の我を捨てて委ねると、その展開が想像以上の展開に進むじゃない。想像以上に進むんやけど、 それを想像以上が自分の思い通りにならないからマイナスに思うんです。そこのマイナスに思うから、こう結局想像以上が展開しないっていうことに、こう多くの人のハートに打つと、もしかしたらもっとあるがままに委ねる人とか出てくるかもしれないですね。そうだね、想像以上のこと起こりますよね、だから想像以上のことはおもろいなと思えばいいわけ、人生っていうのはどの、何が京丹からここまで、どないなるや分からんからおもろいなと、そういう気持ちになればいいわけだな、だから私は一切そういう意味でね、あの無心にして大道にキスっていう言葉あるんだけども、無心ちゃう自分は何も思わないと、一切合わせ諦めるっていうことじゃ、完全に委ねると、で無心にして大道にキスだから、だから諦めて掘れば掘るほど大道の縁源というかのに沿っていく、でそこからもう豊かなものが展開してくると、そのワクワク感とか面白さっていうのがあるわけよね、そう思い通りにならへんあの、ワクワク感とか、そうだからもうあんまりこう一応はやっぱりね、やからそのビジョンを描いたりね、するけど、一応仮にその大きなものを引き出すために小さな自分の思惑を作ってるわけで、実は大きなものを引き出すために一応は考えてるというぐらいなもんで、こっちはどっちでも本当はいいんやろうけどね、そういう達観ができればいいよね。だってどうなるか分からんからもいいんちゃうかな、そのどうなるや分からん面白さっていうのをもっとみんな体験すると、ますます開きますね。そう、で我々子供時代は遊びというのは
どうなるか分からんような展開の遊びが結構あったわけよ。マニュアルの遊びじゃないわけよ、ね、ゲームやあんなみたいに、うんうん、今の時代の、そうそう、今の時代は結構こうどういうんかな、うんうん、次のこの町の次ここまで行ったけど次自転車で今度はあと30分余分に行ったらどんな町やろうかとか、そこはもう予測しがたいもんがあるわけだ。なんか人生と似てましたよね。そう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 。この、 新しい世界がちょっとずつちょっとずつ広がっていって、そう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 、自分の可能性がちょっとずつ広がる。そう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 。あ、それ予習してたんかもしれないですね。子供、自然にそういうことをするっていうのは、うん、この予習をしてるのかもしれないですね。うん、そう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 。そういうクリエイティブに生きるというね。はい、うんうん。いや、もともとクリエイティブなんだよ。そうなんですよね。もともとクリエイティブに生きるいうのはおかしいんだわ、うん、クリエイティブなものを、うん、クリエイトしてクリエーションしてるわけや、うん、そのものは日々、日々新たにクリエーションしてるわけや、うん、はい、だから、うん、捉えるはずがないんだよ、はいはい、うん、で、苦しみ作ってるんですね。そう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 、うん、だって諸行無常なんだから、あ、ね、うん、はい、まあ、その無常感という寂しさというよりも、はい、ずんずんいろんなものは縁のいろんなこうめくるめくる、我々の気づかないようなそういう縁の中で日々変わってるんだから、はい、うんうんうん、そういうこうなんかこうなんていうか、その楽しさというかワクワク感をみんなもっと気づくとね、うん、いいよね、うん、でもこう自分をこう守ろうとすることによって可能性を閉ざしてるっていうことをこう発信できると、うん、ちょっとチャレンジしてみようかなと、この閉ざしてたところから、うん、じゃあこう諦めて委ねてみようかなっていう、うん、そのちょっとしたきっかけをこう、うん、そこにこうなんか新しい可能性を見出してもらえる人とかが現れるかもしれないですね、うんうんうん、そうね、あれやね、なんちゅうか、うん、まあその諦めて手放ししたからってそんな人生がごらっと変わるわけではないと思うんだよね、はいはいはい、うん、でも受け止め方というかね、が変わってくるよね、はいはい、うんうん、なんかそんなに急に諦めて手放したから会社すぐ辞めるとかとか、そういうことではないと思うね、はいはいはい、ただ自分の身構えというか立ちっていうかな、うん、スタンスの取り方、人生に対する捉え方の問題、ね、うん、の問題だと思うね、うんうんうん、私はいつもここにおってもさ、いつでもこう坊さんを辞めるよという気持ちはあるわけよ、はい、その変な話だけど、うん、ということは、もう私はもう無心にして大道にキスだから予定はしてないわけ。あ、はい、何が起こってんのか、うん、だからこうなくちゃあかんという自分の自己規定は一切外してるの、はい、一応、はい、自分では、はい、でも外してるけどやっぱり坊さんの方がいいなと、はい、そういうことですね、そう、全ての可能性 OK やけどもどこか、そうそうそう、一応今ここでおるから今ここの立場でやれることを一生懸命やして楽しむことを楽しむというあれだよね、はい、うん、それ、まあ、それにね、どっか今更ね、やめたかで作ってくれたら役に立つようにないから、坊さんでおるのが一番いいのかなと思うけども、うん、でも、多くの人はそれをなんか規制のものを守ろうとしてるよね、守ろうとしてるよね、そうですね、うん、守ろうとしてるところが判断の間違いが要件あるね、はい、守らんでもちゃんとあるのに、守られてるし、うん、守られてるし、なるようになるのに、はい、あえてこう守ろうとする発想から判断するもんで、うんうん、まああれだね、うんうん、余計に生きにくくしてるというところあるよね、うんうん、だから信頼しきってないんだな、あ、でも、うん、私もね、うつの時とかも全然無理でしたね、だからやっぱり信頼しきれない人たちの気持ちも分かるし、うん、でそこからこう本当にこう信頼できるこの一線を越えるには、うん、こう何がこう、うん、必要なのかとか、自分 は、うん、はその越える時に何をしてきたんだろうかとか、こう振り返りながら、うん、こうやっぱりこう伝えようとかはしてますけれども、うん、やっぱりこうそのそこにおる時って、うん、やっぱりはもうしがみついてしがみついて離せなかったりというのはありましたね、うんうんうん、その具体的にはどういうふうにして離れていくかろうかな、どう結局ね、やっぱりポイントは気づきですね、で、うん、思考と同一化してるから苦しくって、うんうん、あるがままは、うん、
あるがままやんって言う気づける最初のそこのまでがやっぱり難しかったです。でいくら苦しんで苦しんで苦しんでも、うん、こう外側の世界のあるがままは何も変わらないんですよ、うん、自分が苦しんどっても、うんうん、喜んでても、うん、外側の世界何も変わらない、うん、でも自分は一喜一憂してるんです、うん、苦しんだり喜んだり、うん、苦しんだり喜んだり、うん、この苦しんだり喜んだりするのなんか関係あんのかなと思う。関係ないんですよね、うん、それに気づくそのきっかけまでがやっぱり大変です、うん、でも気づきが起こると、うんうん、結局思考とか物語が自分を苦しめてた、うん、でそこう本当に起こっているこの今この、うん、瞬間のあるがままっていうものは、うん、もう一切いいも悪いもないし、うん、ただのただあるがままなだけなんですね、うん、でそれに気づける自分が、うん、気づける自分があるがままは何や大丈夫や、うん、っていうところを、うん、そのさっき向井老師が言われたようにその修行は諦める方だって言われたように、うん、もう常にそっちばっかりもう頑張ってみるようにしました、うん、でほんの心の中ではもう波やっぱあるんですよね。同時にこう喜んだり苦しんだり、うん、でもうこの同時にありながらも必ずこう、うん、大丈夫なあるがままをこう修行のように見ていくと結局こっちが軸、今までこっちが軸やったんです、うん、この喜んだり悲しんだりしてた方が自分や軸やったんですけど、うんで時々あるがままがあったのがもうあるがままだけこう一生懸命見ていってこう気持ち喜んだり悲しんだりするけれども、うん、そのあるがままはちゃんとあって大丈夫やでっていうものを一生懸命見ていくと、うん、この喜んだり悲しんだりがあ何やこっちをほっとけばいい、うんうん、こっちがほんまやって今までは逆にしてこっち喜んだり悲しんだりをちゃんと守って、うん、向こうほったらかしてたんですあるがままを、うん、で喜んだ時はあるがままオッケーでも悲しんだ時はあるがままノーって言って、うん、イエスって言ってる時は心地いいけどノーって言ってる時は苦しいんです、うん、でその逆だって気づいてからちょっと変わりだしました、うん、そのあるがままを特にその気づいたりあるがままを感じるそのあるがままは具体的にどういう場合だったり自然であったりもうたらもう目に見えるものであったり聞こえることであったり、こう肌に感じる感覚であったり水の冷さであったり太陽であったり、はい、そうですね、うん、その瞬間の五感だと思う。特にそれは人事人と人のことよりもどちらかというと自然私の場合はこう、うん、頭が思考が私を苦しめてたので、うん、人と関わると思考に巻き込まれるんです。そうで極力その状態を避けないと、うん、あるがままに意識を向けられないのでしばらくはもう人との関わりよりも自然の方が私を救ってくれたような感じがする。それがポイントだと思う。やっぱり自然を死とせっちゅうわけ。佐藤一歳が言ってた言うね、江戸時代のその、あれだけどさ、はい、心理学者っていうか心学者だけども、はいはい、その中で一番大切し死とすべきは自然だと、はい、その時に次に、まあ、人生の死というような書いてたんだけども、はい、つまり自然は欺くないんだ、あるがままに本当、はい、で人はやっぱり人が自分が自分で欺いてるということも気づかないでお互いにどっか欺き合ってるところもあるねん。あるねん。リアリティそのもので、まあ赤ちゃんとか3歳ぐらいの子供はもうあるがままやから一番ある意味で自然に近い師匠なんだけれど、でも普通はそうなんだよ、はい、うん、だからやっぱり雲が行く、空がある、雨がバーッと降る、はい、冷たい、はい、そういうあるがままの自然というものにシフトするというのは一番健全な転換の方よね。そう思う。やっぱり一人はね、ややこしいもんな。自分であるがままこそが、うん、もう真実であって、うん、それに対してとやかく言ってる自分はもう無視しましょうと思い出したら、そうそう、その全ての人のあるがままも OK になってきて、うんうん、あ、いいじゃん、人との関係も大丈夫になってきて、うんうん、こう結局なんか全てにこう、うん、それが浸透するように。なる。最初は自然でした。あ、それはもう一種悟るよな。つまり我々がその何をしようとしてるかというと、はい、修行において、はい、そのこちらで考えてる次元というのは自分が勝手に作った、はい、思考の世界で、はい、で実はあるがままはあるがままで、はい、もうほっとってもあるがままで動いとるわけや
でそこのところに自分をいかにあるがままの自分で参与させるかという、あるがままであるがままの自分が参与するのが一番心地いいわけやし、それは大道で自然とな、あるべきようになっていくわけじゃ、そこへいかにシフトするかというのがナムということで、ね、ナムというのはどこになるようにするかというのは自分の自我 を法的してそのあるがままのところに自分をシフトさせる、はい、それは南無という意味で、うん、で座禅することは信心脱落だから、はいはい、うん、そういうこちらこうのを、うん、自分の殻を抜け落ちて、はい、こちらへフォッと、はい、裸の自分をポッと素手をそっと置く、はい、そこには自然にも動いていくものが、うん、これ、うん、こっち側で自分は動いてるんやけど、うん、もう自分はもう何か委ねてる、もう委ねてもと、でその地平においてはもう周りの人がもう等しくはいはい、同じように動いてるわけや、はい、自分が動いてるものと相手が動いてるものの原理というかは一緒なの、はい、だからみんながブッダっていうのはそういう意味で、だからそこのところいかに仕事するかというのが、はい、私は人生の一番のポイントだなと思うね、はい、みんなが輝いている世界が本来の世界なんだ、うん、自分だけが偉いというのはもう錯覚だ、うん、そうじゃなしに花も輝いてるし空も輝いている、うん、そういう等しく輝いている世界に自分をシュートするという、うん、すると共にハッピーでいや栄えている、うん、そういう大道に行くということだよ、はい、うん、もうそれはもう究極的なことよそれは、なるほど、やっぱり自然よねそういう意味でね、だからあの禅リトリートなんかでもね、あの御殿場のね、あの YMCA のあれやるんだけど、やっぱりみんなで去年は雪遊びしてね、あの富士山の麓の雪の雪原でね、うん、歩いたり、それからスノーボードじゃない、スノーボードのマガみたいなことやったり、はい、そうしてみんなでこう雪とタオルで遊ぶだよね、はい、うん、遊びってあのその時に連れ戻してくれますよね、そうだね、無邪気だね、うん、みんな、うんうんうん、日常に遊びを、うん、取り込めるといいんですよね、仕事も遊びというか、そう、うんうんうん、楽しむ、はいはい、うんうん、そうやな、うんうんうん、そういうのはやっぱり自分の一種心のそのリズムというか、その心のそういう波動というのはそういうふうにだんだんなってくると、全てがそうなってくると思うわね、あの何事も、はい、具体的にこれをしたからそうじゃなしに、その心の波動がそういう貴重にワクワクした喜びの波動というものが心にだんだん養われてくると、うん、別に全てがそうなってくるだろうと思うわね、そっちが先です、うん、うん、でも一番はそれは楽しいこと、うん、嬉しいこと、うん、無邪気にできることを、うん、あのまず大いにやるということなら、はい、だんだんそういうものが、うん、だんだんそのスケールというかそれが豊かになってくるだろうと思うよね、はいはい、うん、うん、私もこの頃だからさ、その自分の中でそのやっぱりなかなか自我からね抜け出すのは難しいね、思考が難しいいうか、そうあれだね、ずっとあっていいんだけど、はい、すぐにそっちの方にね、はい、あれしてる自分があるだよな、はい、うん、だから自分の方だけどもね、あのこの頃もいいけどさ、あの空気みたいになりゃいいんだなと思ってね、日本は、はあ、はあ、最近、うん、なんか透明であればいいのかなって、うん、こう感じるようになっている、うん、でもやっぱりこう、こう何かが通り抜けようとした時にこうやっぱり抵抗してる自分がこう現れたりするのもやっぱり目撃はします、うんうんうん、安倍さんはあれブログではその自分が時々今ここにいないというふうな感覚で、はい、それでも世の中はそのあるがままに動いているというそういうふうな、はい、瞑想っていうぐらいやっていると思うけども、まあそれも一つあれだけども、うんうん、結局ね私は自分でも思うんだけどね、自分だけが生かされて生きてるように思っちゃうんだな、うん、人間のは、
だからその全てがその大いなるものの中で生きて生かすともに等しく仏の恩命として大切な輝く命として生きてるというところになかなか仕事し、人間は業がある仕事しないんだよな、はい、うん、そこはやっぱり仕事するように仕事するように、うん、つまりいや境のそのお互いがお互いでハッピーである、うん、そういうものとして生まれついとるわけだから、うんうん、自分が作ってる世の中じゃないもんだから、うん、そういう大きなものの中に育まれて補われてるんだから、そこへこう、うん、こうシフトするいう、うん、それはこう何ちゅうかな、うん、なんかこうそれはやっぱり道元さんが言うその柔軟心というか柔軟心じゃ、ほっと自分がほっといつもほっと素直にほっと折れるっていう、今ここにね、はい、うん、あの心地よく心地よくほっと教えたいと折れるというか、でそこにこうもう何ちゅうかこう大いなるものにこう委ねるという、うんうん、そういう、うん、だなるようになっていくというか、うん、そういうふうに生きてみたい、生きよう生きようと思ってるんだけど、なかなかでもだん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 ね、やっぱそのやってきたわけでこうあの楽しいというか、はい、楽、あ、はいはい、楽になってるね、あの、うん、そうでしょ、思考が、うん、をもう気にせんでいいと思えるようになってからも、うん、そうでしょ、楽ね、はい、うんうん、なんでそんなことで悩んでる、そうですよね、なんか不思議な、うん、その当時って全く分からへんのに、うんうんうん、分かっちゃうとなんであんなしょうもないことでみたいな風に感じることがあります。ちさて真面目なの、もうあのうちあの母が厳しくて、ああ、あのずっと忘れてたんですけど、うん、母にずっとコントロールされて育ってまして、で、うん、そのいい子になるために必死だったみたいです、うん、でいい子になるために必死やった分、うん、その追い出された自分が、うんうん、ずっと溜まってたっていうか抑圧されてたっていうか、そこからこうなんか自分の中のこう悪い子を一回こう否定さ、こう自分の中のこのいい子になるために犠牲になってた子をもう一度取り戻すまでが大変でした、うんうん、なるほど、どっか知らん間にいい子演じてたみたいな ね、自分の本心でない部分、そうです、うんうん、作って自分を作って、うん、作ってることに気づかないので、ああそうかそうかそうか、はい、作ってる自分こそがあの、うん、自分だと思って、なるほどね、うんうん、でもそのなんちゅう方やったか、そのな、エクハルトと、あの悟りを開くと人生はシンプルで楽になる、その頃まで悟りっていう言葉も知らなかった、本なんか棚に並んでるのをなぜか取って読んで楽になったので、そのあこれが悟りかってもう勝手にもくっつけちゃって、それから悟りっていう言葉を覚えて探し始めました。今エクハルトのそのエクハルトトールも、はい、その別に悟りとは特別なことではないとは言ってんだよ。そうですね、思考から結局思考が悪さしてるっていうことをやっぱりもう淡々とか言ってます、ね、はい、うん、そうね、般若心経にもすでにそのあんな あの古いお経の中にさ、はい、ね、あの天道無双っていうのがあるもんね、要するに夢の思いで逆さまになって生きてるっちゅうわけだ。ああ、そうですね、うん、夢の、だから結構人間は大昔から思考にとらわれて生きてきたからだ、近代人だけじゃないんだなという気もするよね、うん、言葉を覚え思考をしだす、うん、そういうことで人類は文明を作ってきたんだけども、うん、その言葉を覚え思考をするということが逆に人間を縛ってきてしまっている、うん、だそれはもうその大昔からあったことで、うん、うん、坂島になってるの
ちゃんと普通に大地に戻すという、うん、当たり前に生きるということなんだろうけど、はい、うん、まあ今の中でやっぱり自然というものをね、うん、あるがままの中へ生きるということは一つ大事なことだよね、はい、うん、と思う。そのあなたの経験からいくとそうだよね、うん、結構自然ってないがしろにしがちですよね、うん、鬱の時って季節感がもう全くなかったり、うん、あ、そう、はい、もう何年も季節感がなかったりする。あ、そんな世界あるんだ、はい、そうなんか恥ずかしい水かされたような。あ、そう、はい、もう季節の花を喜ぶ余裕ないし、うん、まあ暑い寒いはやっぱ感じます。体でも暑い、うん、暑い夏暑いの嫌やなとか冬寒いの嫌やなとか感じるんですけど、うんうん、あの公園とかに咲いてる桜とか今なんか桜咲いてる、うん、ああ春やなとか思うんですけど、もうそういう感覚もないんです、うん、気づけないというか、そう、逆に言うとさ、あの我々素晴らしいいっぱい命の輝けるそういうものに、うん、ありながら結局どこにでもあるんですよね、証拠が。そう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 、はい、それから生きる喜びっていうのはもう満ち満ちてるんだろうけれども、うん、その自分でそれを、はい、閉じちゃってるっていう、うんうん、で実に素朴なところにね、はい、うんうん、あると思うんだよね、うんうん、なるほど。でも良かったですね、それ、そういうね、うん、そこへ、うん、抜け出せと、はい、うん、鬱になったおかげですね、うん、要は今から考えると、うん、はい、うん、今しかしそういうことを言う、逆にそういうあれでのはやっぱり世の中全体はそちらの方にやっぱり本来のある意味で正気の社会に振り戻そうとしてみんなしてる、うん、はい、結局なんか極なんですね今、極やね、極 で、うんうん、でまた元に戻る、そうやね、はい、うん、そのマイナスもそう現象としてはけど実はそれはプラスに転化するゆえんであるということだよね、はい、うん、そうね、うん、やっぱりさ、そのやっぱりこのそう思考の機のところで生きる、せっかく生まれてきたんだから、うん、あ、うまいなとかさ、うん、あ、しんどいなとか、まあいいから、会いたいなでもいいけど、うん、もう何でもいいけど、こう生きてるっていうお互い、うん、そしてそれが人と綺麗とかいう、そういう喜びというものをさ、はい、ね、生きてる甲斐がないじゃん、感覚、そう、感覚、うん、味わうということ、はい、うん、あ、味わう、ね、味わうという、うん、今こう、味わうというか、うん、そうやな、うん、そうやな、どうしてもあれは時間軸の中に、はい、取り込まれちゃうな、油断すると、油断するとそうなるな、時間軸で結果どうとかさ、はいはい、そうですよね、うん、おあ本当にこれ手強いやっちゃう、手強いですね、ものすごい刷り込みやからね、はいはい、そうですよね効果、結果、はい、効率とかいうその時間軸の中でさ取り込めちゃってさ、はいはいはい、そうか、まあそういう中で人と人とがだんだん本当に出会うっていうことと気がついている人がね、気がついている人がだんだん増えてるよね、はいはい、うん、今や、うん、あのインターネットもでも役に立つというか、いや、すごいね、ね、すごいですね、うん、今、うん、うん、あの昔やったら出会えないような、うん、そう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 、はい、うん、ことが起こります、うん、やっぱりそういう意味では出会いのいわゆるそれも職業とか都市とかそういうことをいろんなフィールドの人がね、はい、まあ一つ一種そういう同じ問題意識というか、はい、うん、ことでやっぱ出会ってるっていうことがあるよね、うん、
あのインターネットを通じてさ、はい、あの全リトリートとかよく来るやんか、はい、うん、やっぱりそういう中でさ、はい、うん、お互いにそこで出会うと言って、うん、友達になってさ、はい、うん、でまた会うという、うんうん、それは一つの、まあ、なんちゅうかな友情、うんうん、心のね、で、はい、そんなにほんであの拘束性がないし、うんうん、組織としてのね、はいはい、拘束性がないし、うんうん、自由だし、自由度が高いです。そう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 、うん、自由であるということがやっぱり精神の世界の一つの大きな前提やと思うね、はいはい、あのこうあらねばならんとか、うん、ね、そこから抜け出したい、ね、そう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 、うん、この粒なんぼで買わんとダメだとかね言うなんてやばいけどさ、はい、そうじゃなしにお互いはお互いで、うん、あるがままで自由で、はい、それで今ここをお互いに共有するというか、まあそのあれやな、精神とかそういうのはそのそういう意味で今ここをお互いに共有して感じ楽しむという、どうも修行中のね、はい、厳しいねところでど寒いところでバンバン戦ってねやるというイメージが強すぎるもんね。そうですね、電車の場合ね、はい、それもまあ悪くはないんだろうけど、そろそろすごく盛り上がってるところで申し訳ないんですけど、いろいろなスケジュールがですね、そろそろ差し迫ってきているようなので、すいません、すいません、あのまた機会がございましたら、うん、あのね、あの山田さんがもあの個人的に来ていただいてもいいかもしれませんし、はい、またありがとうございます。なんか突然で申し訳ないです。私も正座して、それではちょっと待って、ハグさせてくれるから、ハグじゃあハグも、なんで仏教にハグになってくるんだろうね。まあいいや、スペシャル理由だから、もう一回写真を、ハグの写真、ハグの写真ですか、ハグの写真、まあ何でもいい、はい、これ気持ちいいの、これね、ハグ、ハグっぽいの、ハグ気持ちいいですよ、気持ちいいの、なんか気持ちいいですよ、気持ちいいの、ハグだけで感じる、感じる、中身を感じるの、エネルギーという、そうそう、あの伝わってくる、温かい感じが伝わってくる、今ここのコミュニケーション、そうそう、もう無条件の今ここ、うん、そうか、うん、ああよかった、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、いや、まあ、また、はい、ぜひお願いします、はい、ありがとうございます、はいはい。